ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。よし、今回は SCP-413 の紹介だ。いつも通り、画面を見ていれば大体理解できると思うので、軽い感じでご視聴くださいだぜ。よろしくね。じゃあ、始めるぞ。アイテム番号、SCP-413。オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル。SCP-413 の出入り口はすべて封鎖された状態を維持し、各出入り口にはそれぞれ、武装警備職員を常駐させてください。いかなる場合においても、無許可での SCP-413 への立ち入りは許可されません。許可を得ることなく SCP-413 に侵入を試みた人物が発見された場合、警備職員には対象の収容処分が許可されます。実験を目的に SCP-413 へ侵入する職員は、GPS トラッカー及び安全帯を装着することが義務付けられます。収容違反が発生した場合、あるいは O5 により指示がなされた場合、現場に存在する最高クリアランス職員は、収容プロトコル413を実行することが義務付けられます。説明。SCP-413 は、に存在する、4階建ての立体駐車場の外見を呈する建築物です。SCP-413 は、自身の自由意志により、その内部に存在するスロープの位置やフロアの数、階段の段数などを変化させることが可能な性質を有しています。また、SCP-413 の内部においていかなる変化が生じた場合においても、その外見には一切変化は観測されないことが判明しています。その性質上、SCP-413 の内部面積及び容積を正確に測定することは不可能であると考えられているものの、SCP-413 の内部面積及び容積は常に、その外観から予測されるそれより大きくなることが判明しており、内部に存在する構造物の配置や数は、常に変化し続けていることが確認されています。さらに、SCP-413 には、その内部に侵入した人物の方向感覚を鈍らせる、あるいは狂わせる性質が確認されています。SCP-413 の内部において記録された音声の分析により、SCP-413 の内部では、比較した人物の方向感覚やバランス感覚、短期記憶を司る複数の脳領域の活動を低下させる、あるいは完全に機能を停止させる性質を有する、特殊な低周波が常に発生し続けていることが判明しています。当該低周波に長時間さらされた人物には、吐き気、立ちくらみ、嘔吐、めまい、不安症、閉所恐怖症、稀にではあるものの、などの症状が引き起こされることが判明しています。また、これらの症状は、SCP-413 より退出することにより完全に治癒されることが確認されています。これまでに行われた探査により、SCP-413 の内部において、GPS トラッカーや安全帯を装着することなく、自身の位置を正確に把握し続けることは、事実上不可能であると確認されています。発見経緯。SCP-413 は、立体駐車場の警備を担当していた人物により、監視カメラにより撮影された映像が改ざんされているようだとの通報が、地元警察当局に寄せられたことを機に財団に回収されました。当該情報を受け調査を開始した財団は、警察当局に提出された映像記録を回収し、当該駐車場を含む不動産の全てを購入することにより、その収容を開始しました。ホイチ。数回の侵入実験を経た後、SCP-413 が知覚能力を有しており、独立した思考と人間と同程度の知性を備えていることが判明した。また、SCP-413 は、自身を構成する壁面に文字や記号を浮かび上がらせることにより、人間との意思疎通が可能であると判明した。その後に行われた行動分析により、SCP-413 は非常にいたずら好きであり、疑いなく自身の内部に侵入した人物をからかうことを好む性格を有していることが確認された。また、自身に対し不当な扱いを示す人物に対しては、非常に攻撃的な振る舞いを見せることが確認されており、対象に強い恨みを抱き、残虐な行為を行う例も確認されている。詳細はホイニを参照。インタビュー記録。インタビュー担当。博士。インタビュー対象、SCP-413。こんにちは、SCP-413。こんにちは、博士。さて、早速インタビューを始めることにしようか。君が自分自身を初めて知覚したのがいつ頃のことか覚えているかい？私が、建設、された、日、から、ずっと。それで、それが具体的にいつ頃のことか覚えているかい？覚えて、いない、考えた、ことも、なかった。わかりました。では、次の質問に移ろう。君は自身の内部構造を絶えず変化させているようだが、なぜそのようなことをするのか教えてくれるかい？
ずっと、じっと、しているのは、退屈、だから。つまり、特定の目的がある行為ではないということかな？私は、暇つぶしで、やっている、だけだが、他の、存在は、気に入らない、ようだ。他の存在とは何のことを示しているのかな？隣の、ビルや、向かいの、建物は、私を、社会の、構成員とは、認めていない、ようだが、私が、彼らの、計画を、漏洩、するとは、考えて、いない、ようだ。その計画というのは何のことだい？明日、我々が、君たちを、攻撃、するという、ことだよ。博士の顔が青ざめる様子が観測される。は、冗談、だよ、君の、驚く、顔が、見たかった、だけだ。今日はこれで終わりにしよう。君は、面白みが、ないな。映像記録目録。以下の記述は、財団による収容が開始される以前に、SCP-413 内において監視カメラにより撮影された記録となります。記録1。対象、観光客と思われる6人の家族。概要、SCP-413 は、対象が自身が停車させた車を探す行為の妨害を行った。SCP-413 には、約20分間にわたり標識や表示を変化させ、対象を困惑、混乱させる様子が観測される。記録2。対象、車内に放置された子供とその母親。概要、母親は同じ経路を何度も周回するよう誘導され、最終的に子供が放置された車両の前にたどり着いた。誘導は7分間継続され、母親は最終的に子供を連れて SCP-413 を後にした。記録3。対象、ビジネスマンと思われる男性。概要、SCP-413 はスロープの傾斜や標識を操作することにより、対象が同じ経路を何度も周回するよう誘導し、最終的に出口に到達させた。記録4。対象、10代と思われる5名の若者のグループ。概要、SCP-413 に侵入した若者たちは、駐車されている車両や設置されている標識を破壊し始めた。ほいに。2000年、月、日、前述した記録4において確認された対象が、SCP-413 内において財団の調査チームにより発見された。対象は、脱水症状や栄養失調を呈してはいたものの、行方不明と判断されてから3ヶ月以上が経過していたにもかかわらず、生存している状態で発見された。A クラス記憶処理が施され、家族に引き渡される前に行われた聞き取り調査により、対象は、SCP-413 により生成された出口のない迷路を延々と彷徨い続け、要所に都合よく配置された水飲み場や自動販売機を用いることにより、命を繋いでいたことが明らかになった。また、対象からは、との証言も得られている。対象が SCP-413 内に閉じ込められていた期間、財団による SCP-413 の内部探査は継続されていたことから、SCP-413 は何らかの方法により、財団の探査機器に対象を検知させないよう調整していたと考えられている。SCP-413 内のさらなる探査は、現在保有されている。収容プロトコル413。博士の提案及び、SCP-413 内に解体用爆薬を設置することの困難さを鑑み、SCP-413 に関する大規模な収容違反が発生した場合の緊急対応は、SCP-413 を含む区画全体の解体により行われることとなります。報告書の紹介は以上だ。内部構造や設置された標識を絶えず変化させることにより、侵入した人物を自身の内部で迷わせ遊ぶ性質を有する、視覚能力や知性を有する立体駐車場の外見を呈する建築物、ということね。ああ、それで大体合ってるぜ。内部に侵入しない限りにおいて異常性に暴露することはなく、人間を誘引するような性質も有していないことから、収容は容易な部類のオブジェクトということのようだな。ええ、そうみたいね。場合によっては、いたずらや冗談では済まされないようなこともするみたいだけど、そのような場合でも、死者が出ないようにする程度の配慮はしてくれるみたいだし、危険性や有害性もそこまで高くないという感じのようね。ああ、そのようだな。財団に対して必ずしも協力的とは言えないようなので、その調査や実験には細心の注意が必要になると思われるが、大きな問題や被害を発生させることはなさそうなオブジェクトではあるな。では、今回の紹介はここまでにしよう。これからも地道に SCP の紹介をしていくので、よろしければお付き合いくださいだぜ。ではでは、ご視聴、ありがとうございました。